杉山雅美は、日本の作詞家である。レイジー、赤ずきんちゃんご用心、タカアポ、野に咲く花のようにのヒット等で知られる。日本音楽著作権協会の全新宅作家である。青年月日、出生地、学歴等は公表されていない。1972年頃から、広光一の楽曲の作詞家としての活動が見られる。 1974年には、テレビアニメーション、ゼロテスター地球を守れ、の主題歌の作詞をし、以降、テレビドラマ、氷門の主題歌、風車、旅路や、テレビ映画、はぐれ刑事の主題歌、ペドロカプリシャス、日陰ぎの街等を、連続的に手掛ける。1980年7月2日に放送を開始した、テレビドラマ、 平井は弓江ドラマシリーズ、結婚の式の主題歌、西郷陽子、この愛に生きて、までの間、八曲の主題歌を手掛けたが、同年8月3日に放送した、裸の対象放浪記、第2話、欲張りの人も、たくさんいるのでの主題歌として作詞したダカーポ、のに咲く花のように以降は、テレビドラマ等の主題歌は手掛けていない。1982年に、 山本達彦のアルバムの全作詞を手掛けて以降の作品については不明である。以降の消息も不明であるが、野に咲く花のようには裸の対象放浪期1997年の最終回まで使用され、2007年からの塚地、竹締浴び主演版では牧原則之によるカバー楽曲が挿入歌として使用された。シングル A 面楽曲を中心とした発売。 発表順の主な作詞楽曲の一覧である。ありがとうございます。